若菜さん、カメラ撮れてますか？うん、オッケー。よし、じゃあ目標10回、大縄跳び行くよ。せーの、やー。もう1回、チームワークだよ。息を合わせて、せーの、やー。頑張れアイリスキャット。せー。1回も飛べないよ。つむぎ、足引っかかったよね。リヒターさんはお鍋食べられる。
ツ人、お鍋かじらない。私は自分の分用意してあるから。え？いやいや、お鍋ってそういう意味じゃ。ふぅ、いいよもう、ほっといてあげな。食べ慣れてないんじゃない？日本食。各自でってことだね。そんな、初日の晩なのに。ひどい協調性のなさですわね。あ、もしかしてこの後ってさ、あれ映ってんじゃない？寝起きドッキリ。やあ、寝起きドッキリ。いや、でもそれ確かいろいろあって大失敗したやつ。今は見ない方がいいかも。チームワーク的に悪影響っていうか。そう、むしろ客観的に見ればわかんじゃない？私たちにチームワークがあるかどうか。だってさ、覚えてる？あの夜のこと。なんでドッキリ失敗したのかとか。ううん、もうずいぶん前のことだし。そう、あたしも同じく。いい機会だからさ、はっきりさせようよ。なんであたしたちは大縄跳びを飛べないのか。そもそもあたしたちにチームワークはあるのか。チームワークはあるのか。寝起きドッキリね。またずいぶん古典的っつうか。まあ確かに夕飯のあの雰囲気はやばかったけど。あ、これあの夕飯の後、カメラのバッテリー確認した時だ。ほら、寝起きドッキリってテレビで見ると絶対に笑っちゃうじゃない？私ね、みんなの笑顔を引き出したいの。笑顔は人の気持ちを近づけるから。だからこんな状態の私たちが仲良くなるにはこれしかないなって。モノこれでも結構頭ひねったんだ。なになに、気合入ってんじゃん。それよりターゲット誰だと思う？寝起きの顔も焦った顔も想像できない。つまりプライベートが最も謎い人物。これ言っとくっしょ。サイオンジレイ正解。サイオンジさんもまだ馴染めてないみたいだし、サイオンジさんと仲良くなりたいっていう私たちの気持ちも伝えられたらと思って。やっぱ気合入ってんじゃん。よし、カメラのバッテリーは満タン。あとはサイオンジさんが寝てくれたら。レイ、さっき部屋に戻ったよ。就寝時間を守るのは淑女のたしなみっつって。朝日奈さん、キッチンバサミってどこかな？キッチンバサミ、確か。あ、あったあった。というか広瀬さん、なぜレインコート姿？エプロン忘れちゃって。なんでかここレインコートはいっぱいあるの。エプロン代わり。なるほど。ダメ、
全然眠れませんわ。お水お水。サイオンジさん、サイオンジさん、眠れないってどうして？お部屋が、その、なんと言いますか、こじんまりしてますでしょ？こじんまり。いえ、ご心配には及びませんわ。西園寺霊たるもの、寝ろと言われれば、たとえお手洗い、いや、棺桶ででも、立派に寝てご覧に入れますわ。おぉ、はっはっはーん。棺桶はやばいっしょ。相当無理してるね、あれ。どうしよう。寝てくれないとドッキリが。温かい牛乳でも差し入れようかな。ねえ、広瀬さん、冷蔵庫に牛乳って。完成！まずは味見。関係ない。へえ。
律儀なんだ、ドイツの人。くちっ。Gesundheit。なるためなの。でも少しわからない。どうしてノノはそこまで仲良しにこだわる？それはあった、これこれ、じゃーん、安眠 CD。 アイリー、前にショップでおまけにもらったの。私こういう物持ちいいんだよね。これでサイオンジさんを寝つかせるってこと。ビンゴー。トリマ、どんな音楽か試しに聞いてみようよ。心地悪くはないけど、心地よくもない。恐ろしく何とも言えない音楽。マジか、さすがおまけって感じ。これじゃ安眠効果は期待できな。あ、小春、ボール落としてる。ああ、クリームが。小春。寝てるよ、立ったまま。よだれ垂れてるよ。え、聞いてる、聞いてる。アンミン CD 効果てきめんだよ。え、でも私たち眠くなくない？聞く人と聞かない人といいのかな。やってみる価値あると思う。これ早速サイオンジさんの部屋に。その前にまずこのクリームの片付けを。あ、そっか、派手にひっくり返しちゃったね。広瀬さん、歩ける？はにゃはにゃ。場所と枕変わると眠れないかもみたいなこと言ってたよね、この人。ドアの向こうから？誰？あ、猫がいっぱい。なになに？部屋に入りたいの？ CD プレイヤーにスリスリ？あ、この音、猫が好きな音なのかも。わお。ふえー、猫ちゃんたち？あの日、入ってきてたの？マジ？全く気づいてなかった。
ると思ったのに。どうしたつむぎ、まだふてくされてんの。やっとコクリーム片付いたし、あんたも行こうよ。うんうん、ヒイラギさんもぜひ一緒に。この CD、サイオンジさんに聞かせに行くの。そっか。まあまあ、本番は朝だし、それまでに機嫌直しときな。じゃあ、ヒイラギさん、後でね。寝てくれないと寝起きドッキリにならないのに。やっぱりうまくいかないな。あ、それってヒイラギさんいたの。見られちゃったか。うん、退学届。実は前の学校でいろいろあって、いじめをかばって、事態悪化、みたいな。みんなを巻き込んで仲良くなろうとしても、空回るばかりなんだよね。下手なの。集団生活、うまくやれないの。だから、オルタナのメンバー入りも、本当は、辞退するつもりだった。でもね、もしも、ひょっとして、このドッキリがうまくいって、みんなを笑顔にすることができたら、私、ここにいてもいいのかなって。だからこのドッキリは、最初で最後の賭けっていうか、往生際悪すぎだよね。ノーノー、いた、レイいた、部屋に戻ってた。え、探し回って今もっかい戻ったら部屋の電気消してもう布団に入ってた。まだもぞもぞ動いてたから CD かけてこよ。今行く。行っちゃった。にゃんこ、もう大丈夫。
夫だよ。出ておいで。ねえ、さっき私の手からシュークリーム食べてくれたってことは、次は抱っこしてもいい？おいで。すごい雨、予報通り降り出しちゃった。もうソファーで寝ちゃって。うん、ソファーの下にも誰か。ヒイラギさん、風邪ひくからお部屋に。ないんだから。何か羽織らせるものはと。レインコートだけか。ないよりはマシか。よいしょ。風邪ひかないでねと。レインコート数用意しておいてよかった。これでも毛布代わりになるもの。あれ、カメラ。やだ、録画しっぱなしじゃない。どうしよう、バッテリーがもう。予備と交換しとかないとね。あれあれ、寝起きドッキリ成功する流れ。てか成功したっけ。はて、どうでしたっけ。仕掛けられた側なのになぜか記憶が皆無ですわ。それよりののちゃんだよ。やめるつもりだったなんて。まさか取られてるなんてねえ。つむぎも猫友のこと言ってくれればよかったのに。カビ臭いよ。水臭いのことかと。いやマジで水臭すぎるっしょ。知ってたら協力するっつーの。ふふふ、いいからいいから、続き見よう。
タンマ、くしゃみは最悪わかる。何そのシルビーの。ゲゾンツハイ。何そのガッツハイみたいなの。やる気は間に合ってんの。ここでレイが起きたら一巻の終わりだよ。あんたたち頼むから静かにして。はい。なんだか急に雲行きが怪しいですわね。ゲゼントハイド、健康を祈る。心の中で言えばいい。今ならわかる。わかるのに。今でも心の中で言ってくれてるんだ。なんとかベッドまでたどり着いた。あの西園寺レイが今ここに眠っています。世界の、いや地球の、いや宇宙の巨大財閥霊嬢の寝顔は一体。よだれは？慌てた表情は？すべてが今、明らかになりまーす。いい？せーのでいくね。せーの。レイオンジさん、おはよう！ここ、西園寺さんのお部屋。あれ？おかしいな。異世界転生？いやいや、地続きだし、広瀬小春から広瀬小春だし。さては眠くて部屋間違えたね、あんた。え？待って！じゃあ、西園寺さんは？どこ？いた！やっぱり。まさかソファーで寝てたのが西園寺さんだったなんて。ああ、寝返り！レイ落ちる！
うこととはつゆ知らず、今さらですが申し訳ありません。私もののちゃん、いろいろごめん。改めて見るとこれ誰が悪いっていう問題じゃなくて、チームワークの悪さがなせる技というか、全員野球ならぬ全員失敗。結論、私たちにチームワークはなかったってことか。いいからいいから、続き見ようよ。つむぎちゃんやけに前向き。床で寝てるだけだけど。いいのいいの。再生。ノーノ、気にしすぎない方がいいって。こんなの所詮ただの余興。違うの。余興じゃないの。最初で最後の賭けだったの。お？でも賭けは完敗。あのね、私みんなに話さなきゃいけないことがあるの。お？私オルタナオッジ。レイ、どうした？お話し中ごめんなさい。ここにあったシュークリーム美味しそうだったので、今思わず一口いただいたのですが、味が予想外すぎて、いえ予想外というか規格外。ああ、それ私がヒイラギさんにあげたフォアグラシュー。フォアグラ？うん、フォアグラならお嬢様のヒイラギさんのお口にも合うかもって思って、冷蔵庫にあったこれ。あのみんな、それは私が持参したフォアグラ。あ、サイオンジさんの？私てっきりここの調備品かと。私の話。いや、フォアグラ常備しない。フォアグラ、だから君美味しそうに食べてたんだね。あのみんな、私の話聞いて。朝比奈さんごめん。お話聞く。オルタナを？何？ありがとう。ゲゼンハイド。にゃんこ、どうしたの？ゲゼンハイド。あの言葉が気に入ったの？鼻かんでくる。
話はそれから。ん？何この紙くず、ゴミ箱から拾ってきたの？遊ぶの？いいよ、カサカサ楽しいもんね。ほら、コロコロ、こっちだよ。コロコロ。ね、キジトラ、あのね、私の猫友になってくれる？全然知らなかった。ねえ、みんな、
でも大切にしてるよ。あ、そうだ。それに、バッテリー交換、ありがとうございます。いえいえ、そんな、私は何も。じゃあ、カメラ映像の確認は終わりってことで、特訓、再開しますか。